どうも、フランスのざいです。ご視聴ありがとうございます。もう結構前の動画になると思うんですけど、修学旅行のね、話をさせていただいたことがあったんですけどもね、あれが途中になってまして、もうそのまま辞めてもいいかなって思ってたんですけど、2、3人ですかね、が続きはみたいな感じでね、聞いてくださったので、まあ、あまりね <laughs>、気になってる人もほとんどいないと思うんですけど、一応ね、続きの方をお話しさせていただこうかなと思います。 で何日目の夜だったか忘れましたけどまた例のごとくねこうメンバーで集まっててそれで韓国のあのエロ本ってどんなんなんやろっていうみたいな話になっておいちょっと買いに行こうぜみたいな感じでホテルを抜け出したんですよねそれもね結構表玄関から堂々と出て行ったんですけど案外そういうところって 先生見張ってないんですね。まさか、まあ、抜け出すやつはおらんやろうと思われてたんかもしれないですけどね。すんなり出ていくことができました。で結構ソウルのね街中のまあまあええー、ホテルだったと思うんですけどねそこにからまあ出たわけなんで結構街なんですよね。それでまあちょっと歩いてたらなんかコンビニみたいなんがあってあそこでええやんそこでちょっと買おうぜみたいな。 話になったんですよねそれでこうやっぱり置いてるんですけどそれをねカウンターに持ってったら売ってくれないんですよね。でなんで売ってくれないんかみたいな話もねできないんですよね。ただなんとなくニュアンス的にねえっ、ー、と韓国語全然わからんメンバーで言ってるんですけどニュアンス的には多分年齢ですね。 18歳になってないでしょみたいなことをね言ってたような気がするんですよねなんで年齢まあ18歳未満は買えないっていうのは日本も一緒なんであちゃんとしてるコンビニだなみたいな感じで思ってでああこれダメやなとかいう感じで思っててじゃあタバコ売ってよみたいな感じでこうジェスチャーでねこういろいろ カウンターの店員と交渉してたんですけど、タバコはね、なんか売ってくれたんですよね。何が一体基準なのかと、タバコもね、多分ちゃんと調べたわけじゃないですけど、向こうもね、二十歳未満は吸えないと思うんですけどね、タバコは売ってくれて、まあ、エロ本は売ってもらえなかったみたいな感じなんですよね。で、結構その街中だったんで、ちょっとウロウロしてから帰ろうぜみたいなね、話になったんですけど、何ぐらいで4、5人で行ったのかな。 で結構怖かったんですよねその。やっぱり僕らバリバリ日本人じゃないっていうのも丸る分かりですしなんか修学旅行できている感も多分出てたんじゃないかなと思うんですよね。それでその路上に立っている人らもしあっこで揉め事なんか起こってたりしたら。 下手したら全国ニュースによそなってたんちゃうかなと思うぐらいね、今考えたら無謀なことをやったなと思うんですけどね、まあ、当時って何か知らんけどね、怖いもんがないみたいなね、なんか精神状態でね、本当アホだと思うんですけどね、まあちょっとその韓国の夜の街をね、カッポしてからホテルに帰るみたいなね、荒技をやってのけた感じなんですけどね。でそこでまあ 最後ホテルに入るちょっと前にですね道路を渡らない,いかんかったんですけど信号がなくてなかなか渡れないんですよね車がビュンビュン通っててでちょっと車の隙間が空いた時を見計らってもう今や行けいう感じで渡ったんですけど大体日本だったらねこう歩行者がこうパッと道路を渡ったら無意識にね車がブレーキ踏んでくれると思うんですよね。 で僕らもそれを見越してですね結構ギリギリだったにもかかわらずまあ道路に飛び出したわけですよね。本当に危ないことなんでまあ決して真似してほしくはないんですけどもまあ当時はアホだったんでねそんなこともやってたんですけどね。そしたらね向こうの車ってブレーキ踏んでくれないんですよねものすごい勢いでくるんですよ。うわうわ死ぬ死ぬ死ぬみたいな感じでまあ渡りきったんですけど本当にね多分。 1, 1メートルも空いてなかったんじゃないですかね、すれすれでしたね、確かあれ、タクシーだったと思うんですけども、本当に、ああ、死んだって思うぐらいね、もうギリギリのところを車がすり抜けていったみたいなね、ここら辺でもこう、日本と韓国の、まあ、お国事情の違いみたいなのがね、なんとなく垣間見えたような気がするんですけどね。で、そもそもなんで韓国のエロ本ってどんなんなんだろうっていうような話になったかと言いますとですね、 これもまたええ加減な話やなと思うんですけど、まあホテルにね、テレビがついてますよね。そのテレビでね、あの、有料チャンネルが見えたんですよね。なぜか知らないですけど、それも全部屋見えたというわけじゃなくて、その、たむろってた部屋がたまたま見えたということなんですよね。で、まあ有料チャンネルなんで、当然ピンクチャンネルがあるわけなんですけど、そこのね、えー、っと、まあ、AV ですね。AV のタイトルがね、面白くてね、<laughs> 一応、のなんか、しおりみたいなありますよね。ホテルにその絵つけてあると思うんですけど、特にラブホとかだったら絶対あると思うんですけどね。それにタイトルが何時から何々っていうタイトルの AV で、で、何時から何々っていうタイトルの AV みたいな感じでもう書いてるんですけど、そのタイトルがね、なんでかしら日本語 <laughs> 訳で書いてくれてるんですよね。これも不思議だなと思ったんですけどね。結構、日本人が泊まるホテルなんですかね。 で、そのタイトルがですね、開け洞窟とかですね、まあこれはなんとなく分かりますよね。あと、ただね、全く意味が分からなかったのが、背負い投げとかいうタイトルの AV が、まあ、見えるようになってたんですよね。それで、おいおい背負い投げって何やと、ちょっと見てみたいやないかいという話でですね、その背負い投げはちょっと時間待って見てみたんですけど、 まあ普通の AV は AV なんですけど結構ストーリー仕立てなんですよね。でまあなんかね空手の道着みたいな柔道着みたいなやつですかね。起きた、まあ、男優がですねこうなんか木ですね木に向かって修行してるんですけどなんか腰をね 気にこう打ちつけてね、なんか練習してるみたいなね、なんかシーンがあって、もう友達ゲラッゲラ笑いながらね、見てて、まあ、エロ本はどんなんなんやというふうな話になったと言ったような感じが、まあ、ことの点末になってますね。それぐらいですかね、会ったことを言うたらね、楽しかったというか、記憶に残ってるのは、そのぐらいかな。まあ、あとなんか、韓国の女子校って、 とのなんか交流みたたいなながあっってそれも結構楽しかかですけどねなん整形整形言われてますけどね多分その高校高はまあまだ高校生なんでね整形とかしてないと思うんですけどなんか1対1でね英語で話すみたいなね時間があったんですけどその僕のそのペアになってくれた女の子がめちゃくちゃ可愛くてねすごい楽しい時間を過ごしたみたいなね、えー、記憶は残っておりますけど まあ僕の修学旅行のまあお話言うたらこんな程度ですかね。で皆さんがね修学旅行どのようにお過ごしになられたのかというのはまあ分かりませんしまあ楽しかった楽しくなかった人によると思うんですけど僕はね個人的にこんな充実した修学旅行はあんまないんちゃうかなっていうぐらいね楽しかったんですよね。実際問題小中なんかはねほとんど記憶にないんですよね。けどまあ、まああ高校 年齢が近いじゃゃ近いんですけどまあ3年とか6年とかしか変わらないわけなんでもう今の年から考えたら同じぐらい昔というくくりにしてもいいんじゃないかなと思うんですけどそれでもやっぱり高校の修学旅行だけは別格だったなとでまあ基本的には人生で3回しかないかな修学旅行ってねまあ大学の場合はまあ卒業旅行みたいなのはあるかもしれないですけど。 で、まあその3回のうちまあ1回でもですねこれだけ思い出深く多分死ぬまで忘れることないんじゃないかなと思うんですけどねなんか風景とか部屋の様子みたいなのもね昨日のことのように思い出せますしねそういったまあ修学旅行を経験できてまあ僕は幸せ者だなと思ったなといったような感じですねまあこ,れこの動画見てくださってる人でまだ修学旅行行ってないっていう人はね多分いないと思うんですけどもねまあ 皆さんもねちょっとこれを機会にですね修学旅行の思い出にねちょっと浸ってみてもいいんじゃないかなと思いますけどもねさあそしたら本題に移ってまいりましょう今回検証するのはですね煉獄島ですね煉獄島の宝物の属性の攻撃力アップこれをつけたらですねどのくらい部署が死ぬまでの時間が短くなるのかというのをですね 体前回にいたような企画でねえっ、ー、とご来訪人の攻撃力がアップしたのっていうのは体感できるのかみたいなのを作らせていただいたんですけどどうもねピンとこないといいますか残ない結果に終わってしまいましたのでね今回も皆さんに見ていただく前に自分でねやってみてないのでどのぐらい変わるのかっていうのがちょっとわからないんでね 同じような結果になってしまうかもしれないんですけど、今回はね、秒数も測りつつやってみたいかなと思っております。えー、それでですね、ちょっと申し訳ないんですけど、えー、っと、ご来いじゃないわ。煉獄島の属性、攻撃力31%アップをつけるのが、ちょっと限界でした。なかなか出ないんですよ、この煉獄島の攻撃力ってね。MAX が32なんですけど、 もうちょっと32まで出るの待ってたら砂と米何本ほどいるんやということでちょっと断念させていただきましてもう31が出た段階で心が折れてしまいましたねなんでまあこの31でやってみたいかなと思いますで僕ちょうど今うまい具合にね、えー、煉獄とがレベルマックスのと一個手前のレベルのやつがあるのでこのレベル差でどのぐらい変わってくるのかっていうのも一緒に見ていただけたらなと思います そしたら始めていきますはいまずはですね宝の属性つけてない状態ですね何も強化されていない煉獄とこれがカンを使ってみようかなと思うんですけどカンを殺すのにどのぐらいかかるのかというのを見ていただきます死んでも忠義を貫く 11秒から12秒ってところですね結構持つんですね僕もうちょいすぐ死ぬ印象だったんですけどねそしたら次見ていただきますはい次は宝物の属性で攻撃力31%アップさせておりますで数字上で言うとですねさっき何もつけてなかったが11秒から12秒ぐらいで死んでたんで 8秒とか9秒でね死んでくれんことにはあまり使えないということにはなりそうな気がしますそしたら始めますえ 1>, いい1秒ぐらいしか短くなってないですねこれはどうなんでしょう 1>, 1秒のためにこんな属性枠1つ使っていいんですかねしかも31%出すのは相当時間かかるんですけどねこれね表記がねややこしいんですよねこの秒間攻撃力っていうところだけ見たらですね325でこれがまあ蓄積されていくっていうことなんで単純にね31%アップだからといって時間がそうですねこの 死ぬまでの速度っていうのが1.31倍になるとは限らないっていうことになるんですかね。まあ今見てもらった通りですね1秒から2秒ぐらいしか短縮できていないといったような感じに移りましたけどねこれを見ていただいてこの攻撃力の属性つける方がいいんかどうかっていうのはまあ、皆さんのご判断にお任せしたいと思うんですけども僕自身の感想としてはですね もう射程距離の方がいいんじゃないかなって思いましたね。そしたら、えー、と次、レベル5ですね。えじゃあ失礼、レベル4の煉獄島でやってみましょう。はい、まず宝物を装備してない状況での、まあ、出世になります。レベルマックスですと11秒から12秒ぐらいかかりましたが。 レベル4になるとどのぐらい威力が下がるのか見ていただきますはいはいはい2秒ぐらいかな今14秒から15秒ぐらいで死んだと思うので レベルが1上が上ったらら秒かそこまあこれも、まあ、いずれレベルはマックスにするんでまああまり知っても意味はないかもわからないんですけどね耐久率がアップしたりっていうことも、まあ、考えるとですねやはりレベルマックスにはした方がいいかなといった感じですね。 そしたらそうですねちょっと番外編で氷夷台のレベルマックスじゃないのあじゃあレベルマックスですねレベルマックスの氷夷台が何秒ぐらいで缶を殺すのかというのを見ていきましょうまあ煉獄塔と違って凍らしてから他の武将が壊したりすることもできますし射程の長さも全然違いますのでまあ比べてもしょうがないかなとは思ったんですけど ちょっと僕自身が気になったのでやってみます実際固まるまでは8秒から9秒ぐらいかかってますねで死ぬまで言うたらやっぱり19秒ぐらいかかってるということで まあ、それでも煉獄塔と78秒間の差があるということなんですねやっぱりこの施設は強いですねでさらに今度のアップデートでまあ金田から多分基地札での交換になるとは思われるんですけどこの表裏絵がね強化されるような宝も実装されるみたいなんでねまたこれも一つ楽しみだなと思いましたねでまあ今回の検証結果どうだったでしょうか 前回の5雷の検証に比べたらまだ見える内容だったかなとは思うんですけどもねで僕の結論としましては5雷もまあ煉獄灯も攻撃力アップより射程アップの方が使えるんじゃないかなと思いましたねただ1つの宝物で両方の射程をつけることはできないのでまあ招集内機を2つ装備したりって いうふうな形を取る場合はですね、一つずつ射程をつけていったらいいんじゃないかなと思いますけどもね、こんな感じでね、消臭雷来機につける属性って結局何がいいんかみたいなのもね、えー、じっくり考えて、で、まあさらに動画にさせていただけることがあったらね、いいかなと思っております。そしたら以上です。ありがとうございました。